二人が来たのは取れたての新鮮な海鮮が楽しめるこちらのお店。二人はこちらで江ノ島名物のしらす丼を食べることに。ライダー来ました。しらす丼でございます。いただきたい。普段しらす丼を食べるんですか？あの地元が日本海側なんでね。あ、どういなのかね。そうそう、どういなの。お、怒られんぞ本当に。ボコボコにされんぞ本当に。日本海側の人はね、はい、まあ、よく食べると思うんだけど。あ、そうなんだ、うんうん、どういう感じで食べるんですか？小魚系。あ、でも、まあ、ご飯の上に乗せたり、あとはそのまま食べたりもするから、なんかお菓子感覚かな。お菓子感覚で食べる、うんうんうん、なんか台湾の方も一応その家の中で大きさちょっと違うしらすなんですけど、うん、はいはい、あのテレビ見ながらして食べるみたいな。あ、じゃあ同じ感覚かも。あ、そうなんだ。そうそうそう。でもやっぱ鮮度が大事だからね。特にここ生とかも置いてんじゃん。江ノ島生しらすが有名なんで、うん、今日はあの品切れで。うん、残念だ。そう、残念だよね。あ、醤油かけてって言ってたな。じゃあ醤油かけていただきますか、はいはい、ちょっと。じゃあかけますって、うん、ピャッとこんなもんかな。え、少なくね。いやいや、味が醤油になっちゃうじゃん。あ、そういうこと。じゃあちょっとお願いします。分かってないな。え、分かってないわ、本当に。俺、僕シティーボーイなんで。そう、あ、そうだ。シティーボーイはトナカ、トナカ都会もんだもんな、都会もん。じゃあね、紅生姜からね、はい、紅生姜から。いや、違う。もう長いよ。長いね。じゃあここまでで、食べるまででもう1分、2分経ちますから。がっつり、がっつりしてます、はい。このね、この顔の景色がこれですから、綺麗ですよ。楽しい。はい、うまいわ、新鮮。あの魚の味がしっかり。あ、そうなんだ、うん、塩味もちょうどいいしね、はい、ふわふわ。あ、ふわふわなんで、うん、食感もしっかりするんですね。うん、合う合う。こう生姜もちょっとね乗せるとね、生姜の風味も出てね。え、この贅沢な贅沢な、もうね、うまく乗りませんわ本当に。もうね、お箸使ったことないんですか？あるよ。あ、おつゆ。びっくり台湾。下手くそか。びっくりするわ。びっくりしらす。びっくりするわ。じゃあ、うん、味噌汁を食べていただいて。いや、こんな言うてもでしょ。いや、でも待って待って、ケンタロウ、この景色からの味噌汁ですからね。これあの聞いたところによると、うん、このお店たまに美味しすぎて、うんうん、美味しすぎてここから飛び出る。飛び出る。ここからこう死んじゃう。飛ぶ人いるらしいですね。死んじゃう、死んじゃう。死んじゃう、死んじゃう。気をつけてください。オッケー。美味しすぎるとそうなるらしい。オッケー、分かった。帰る。あ。へい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 。お客さん、お客さん結構多いから。お客さん結構多い。名前バレてるし、名前バレてる。名前バレてる。へいへい。名前バレてる。これ今インターネット時代ですよ。これ美味しかったらヘイヘイって言って教わったんですけど。それ前ね、そういう会はありましたけど、うん、あ、今はしない。今日はここから飛び降りる日です。今日美味しかったらここから飛び出る日です。死んじゃうから。死んじゃうから、さすがに。あ、そうなんですか。え、美味しい。どうですか、味噌が。なんだろうね、はい、この海見ながら食べるってあんまないから。あ、 そ, うそれでうまさ倍増してる感じある。でも日本海岸って海じゃないですか。いやいや、日本海側に住んでて、なんかあんま海見ながら食べたことない。あ、そうなんだ、うん、家が山奥なんで。はいはい。ほんまにこのカニの出汁が出てるね、うん、あの普通の味噌汁よりやっぱり風味はいい ね、 ね、めちゃめちゃ。わかりました、うん、やってまいりました、しらす丼でございます。僕台湾でも実はしらすは食べたことがなくて、普段やっぱ日本にいてもしらすってなかなか食べないんですよね。僕は東京シティボーイなので、健太郎とも違ってね。そうです。そこなんか言ってこい。そうか、喋っていいんだよ。そうそう、喋っていい。ごめんごめん。そうそう、はい、ということでちょっとね、うん、え、本当に僕しらす丼何年ぶりの世界なんで、うん、はいはい、ちょっと楽しみですね。釜揚げということで、ちょっとじゃあいただきます。うまく取れないですね。台湾では食べてなかった。今食べてない言うたやろ。その話聞いとったんだ。ごめんごめんごめん。いただきます。はい、どう、どうですか。あ、結構酸味があるんだ。酸味、酸味じゃない、腐ってんじゃん。これ酸味はね、フルーツか、なんかフルーティーな味がする。すごいフルーティー、うん、すごい表現ですね。なんつうんだろう、
でもなんか最初ちょっとフルーティーな味がして、うん、噛めば噛むほどあの海鮮の味がしっかりしてきますね。あ、本当ですか。健太さんも言うようにふわふわだから、うん、新鮮なのがすごいわかる、うん、なんか聞いたのは、うん、江ノ島でもししらすを食べたいんだったら、うん、午前中に食べるのが一番いいみたいで、あのがっつり昼なんですじゃ間に合わなかったんだよ今日はぜひあの、はい、台湾の皆さんもコロナ落ち着いて、うんうん、江ノ島に来た際には、うんうん、ぜひ午前中に、はい、でシラスをね食べていただきたいです、ね。なるほど、朝も空いてんだ、午前中もお店、うん、空いてるみたいなんで、もちろん昼に食べてもすごく美味しいんで、また止まんないですね。そうなの、めっちゃうまいのよ。こちらがね、ちょっといただきます。これ見て、結構びっしり入ってますよ。いただきます。やば、めちゃめちゃ甘い。甘い、そう、甘くてカニの甘み、肉の甘みがすごくて、はい、でしっかり味噌汁の味噌吸ってて、これ味噌もちょっと甘いね、多分。そうじゃない、甘めの味噌ね、うん、うん、味噌もちょっと甘くてこのお肉にしっかり合ってるから、でこれすごいマッチしますね。びっくりするわ、うん、やっぱり海鮮が入ってると、はい、あの出汁が出てていいよね。そうです、そうですね。でこれまたこのシラスとセットで食べると極上でございます。ただね、一つ問題があって、こんなにオーシャンビューで綺麗でこんなに美味しいものをなぜ俺はオスとオスとカンタロウと二人で食べなくちゃいけないんだおめえが呼んだんだ。絶対ここ美女と来るべきです。美女呼べよ。じゃあ美女、お前が呼んできたんだよ。じゃあおめえが呼んだんだ友達がいないからですね、はい、では皆さんもぜひ来てみてください。はい、ということで、はい、食べ終わりました。美味しかったです。美味しかったですね、本当に新鮮で、はい、でもうまた、はい、あなたがお金をたくさん洗ったせいで使い切らなくちゃいけません。不好意思。不好意思。メスメスメス。不是我的钱。それメスメス。はい。谢谢老板。はい。谢谢老板。いや俺のお金じゃないから大丈夫です。はい。でですね、なんで次はちょっとしらす丼もですね。はい、あのボリュームは結構あったんですけども、うん、我々は結構大食いなものでして、はい、まだ食べれますんで、はい、じゃ次もう一軒行きたいなと思ってます。お、次はどちらへ、次はどちらへ何が食べたいですか。海鮮、海鮮でシラスと言って次何が食べる、うん、放送できないでしょピーってなる。一応海鮮的、あれ一応海鮮の類じゃないまあそうですけどね、上乗ってんの海鮮違うよ下の受け皿がダメなんだよ。こんなこの話、こんなに話してるけど多分カットされるかもしれないけど、ほんとね、何でしたっけ、何話してたんだっけ次どこ行きます次、おいもう忘れんじゃねえかよ次ね、はい、次何食べるか。次はですね、はい、何ですか、なんだっけ、サザエ、あ、サザエ、サザエ、覚えてんじゃねえかよ覚えとけよ覚えとけよ。お前がわけわかんねえとかピーって入んなってたからお前が言うから部長しっかりしてくださいよ本当に。いや今日リフレッシュですから、今回リフレッシュですから、ちょっと本当にもう半分オフみたいな感じで撮影してますけど、なるほどね。で、まあうん、これから行くお店は、はい、あのこれ江ノ島で一番安いサザエのお店っていうこと、はい、え、そう、いくらよ。いや、それはついてからのお楽しみなの。え、はい、だから一番安いお店なんで、はいはい、待って、でもお金使い切れなくちゃいけない、なんで安いお店行くんだよ。あ、いっぱい食べれるからじゃない。あ、いっぱい食べましょう。サザエいっぱい食べましょう。そうすればまあ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 使い切れるでしょう。うん、そうしましょう。はい。でもそういう感じで、はい、早速、はい、行きたいと思います。はい。よいしょ。シラス丼を食べた2人は、ケンタロウさんが洗った1万円を使い切るため、島内で一番安いサザエを食べに来ました。ということで、めっちゃうまそう。サザエの食べ分けやってまいりましたけれども。香りがいいですね。はい。磯の香りがね。そうですね。ケンタさんやっぱ日本海岸の人間だと結構サザエのとか食べるんですか。あのね、俺一番大好物サザエのつぼ焼きなのよ。あ、そうなんだ。だからもうここで全部使っちゃってもいいよ。はい、何を？洗ったお金。結構まだまだある。でもそんくらいね、俺好きなの。はい、あ、そうなんだ。そう。ちなみにちょっとあのネット情報とは違って、ちょっとね550円だったんですけども。そうね。でもこれ新鮮なものですよね、きっとね。カタログ新鮮なものだと思いますので楽しみですね。ケンタロウさんの大好物でもあるサザエのつぼ焼き、果たしてどんな味なのでしょうか。美味しそう。さあ、ということでしゃあやってまいりましたよ。え、これ全部食べていいの。そう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 。マジで。もちろん贅沢じゃん、ただの。いや、もうだってお金使い切らなくちゃいけないんで。やば、俺マジ嬉しいんだけど、大好物だから。いや、ちなみに今まで過去最大何個食べたことありますか。
え、覚えてないな。でも普通に20個とかいけんじゃね。20個も食べれる。それはね、お腹空いてる状態で。うん、あの好きだもん、本当に。へえ。一番大好物。え、実家にはそんなにいっぱいあるの？サザエが。あ、だからいつも帰るときに連絡して用意してもらう。あ、そうなんだ。いっぱい買っといて。地元にあるんだ。そうそうそう、ある。サザエのつぶやき、ね、あるあるある。つぶやきが、うん、なるほど。ある。じゃあ今日これね、8個ってこと。やば、いいね、縁起もね、縁起のいい数字だね、8もね。そうですね、全然簡単に食べれると思うんで、うん、うん、食べれる。で、ただちなみにこれ食べれなかったら罰ゲームを用意してもらう、私。あ、それまだ言いません。それまだ言いません。ちょっと待って、え、はい、罰ゲーム？いや、でも8個食べきれるでしょ。え、食べきれる、食べきれるでしょ、余裕だよ。ただちなみにもう1個ルールあります。何？まあ、20個食べれるっていうことなんで、うん、いや食べれる。ちょっとタイマー用意しましたんで。え、1分以内に8個全部食べていただけたら。いや、いや1分はいないと思う。え、1分で食べきったらギネス乗ると思う。あ、本当に、うん、じゃあギネスに乗ってもらってそれをそれギネスに乗ってもらって。そうでしょ。ということで、健太郎さんのサザエのつぶやき早食い挑戦スタート。本気でやばいやつじゃないですか。ゆっくり食べてもらって、ゆっくりゆっくり食べてもらって。ケンタロウさん、記録は2個もう食べきれず。部長、サザエは噛み切るの大変な食べ物なんですからね。ケンタロウさん、本当にお疲れ様でした。え、もう無理。あの、目が本気で怒ってるやつじゃないですか。なんで笑い出したの？途中で分かった。食べた瞬間なんか分かって、コリコリしすあコリコリしすぎてて、はいはいはい、噛み切れないのよ。あ、噛み切れないんだ。歯応えがすごいんだ、うん、なるほどね。で、そんだけやっぱいいサザエなんだよ。味はどうですか？味は美味しい。あ、ちゃんとしっかり入ってる。え、どうすんの？まだ一個残ってんじゃん。いや、ゆっくりだったら食べれる。じゃあ分かりました、うん、せっかくなんでゆっくり僕たちも、ね、うん、いただきましょう。皆、うん、さん、あの後で罰ゲームあるんで。あ、何？忘れた。それは後でお楽しみしてるよ。もうすでに罰ゲームみたいになってる。こんな簡単なもんじゃないんで、それは楽しみにしてください。後ほど。え、わぁ、主人公的好快哦。看完我们节目还喜欢吗？喜欢的朋友请记得订阅勾心威斯 YouTube 频道，并开启小铃铛，才不会错过台湾好资讯节目的最新通知哦。也欢迎在底下留言告诉我你们看完节目的感想哦。还有，如果还没有 follow 比克利台湾台湾好资讯的朋友们，请扫描以下 QR code 到我们粉丝团来按个赞哦。赞赞啊赞啊赞赞一赞，可以的，加油啊，拜拜。